どうもこんにちは、ジェニュエンウォッチです。今回アンボクシングする時計はこちら、SBGP007 グランドセイコー60周年記念モデルの限定版です。この深みのあるセイコーブルーカラーのダイヤル、秒針の赤色、この色の組み合わせ、60周年記念にふさわしい雰囲気ですね。ダイヤルには2020年を記念してたくさんの20のナンバーがプリントされています。実はこの中に GS のマークが隠されています。どこにあるかはここでは言いませんよ。この秒針、よーく見てください。表面が丸いんですね。丸みを帯びることによってどんな角度から見ても見やすくなっているんですね。ちなみにこの研磨作業は機械ではありません。人の手によって行われているのです。グランドセイコーの強いこだわりを感じますね。そして軸の中心も穴が開いていません。普通の時計はこんな感じに穴が開いています。こんなところにもグランドセイコーのこだわりを発見しましたね。このカレンダーの表示についても、この分かりますか、この立体感素晴らしいですね。このインデックスもいいですね。キラキラしてます。インデックスのエッジにテーパーがついていて、周りの光を美しく反射しています。私の感じたワットポイントが一つあって、それがこちら。ルミブライトがないので夜の時間は時間を確認できないことです。しかしこの時計には夜光塗料は必要ありません。夜は街の光を反射して手元でキラキラと輝いてくれればそれでいいのです。このモデルのベゼルも他と違います。どこが違うのかというと、こちらの写真と見比べてもらうとわかると思います。ベゼルが細くなっています。今までのモデルよりもさらに可視性が上がっています。ラグのこの部分、この仕上げ、ザラつ研磨です。そしてこちらの側面は鏡のような仕上がりになっています。この時計の時刻合わせも面白くて、時針が単独で修正できるんです。こんな感じで半身が飛びます。日付合わせや時差のある国へ行く時も簡単に素早く修正することができます。通常の時計だと日付合わせをしてはいけない時間帯があります。夜の21時から朝の3時です。皆さん知っていましたか？
壊れる原因になってしまうのです。しかしこのモデルはそんなことを気にする必要はありません。日付の部分を見ていてください。このように一瞬で日付が変わります。6時の位置に星がついています。これはこの時計に特別制度のムーブメントを搭載した証として付けられています。制度はなんと連鎖プラスマイナス5秒。クォーツの時計の制度を決めているのは中に入っている水晶。その水晶にも個体差があります。このモデルに採用されている水晶はその中でも特に精度の優れているものだけをピックアップし搭載しています。そしてケースバッグには獅子のエンブレムが入っています。こちら 18KGY。 実はこのライオンオスです。女性用のグランドセイコーにはメスのエンブレムが入っています。知ってました？バンドのエッジ部分にも面取りが施されていて、触った感じとても優しい触り心地です。そしてバックルも同様に、ここが肌に当たる部分なんですけども、そこも同様に R 仕上げになっています。最後にサイズをお伝えします。幅が 40mm、 クラウンを含むと 42.2mm、 ラグからラグが 46mm、ラグの間の幅は 20mm、 そして厚みが 10.8mm となっております。このチャンネルはいろいろな最新の時計のアンボクシングをするチャンネルです。昔のモデルの中で私が好きなものも紹介していきます。もし気になる方はチャンネル登録をして最新の動画をゲットしてください。それではまた会いましょう。